きましょうか。We'll be right back.
ほー。こんにちは。こんばんは。こんばんは。MLB と申します。MLB って聞いたことございます？あの有名な、あの僕らのバンドの名前は MMB なんでございますが、ご存じなかったでしょうか？まあまあバンドの略でございまして、何をやってもまあまあだというですね、このまあまあな状態がもう5、6年続いてましてね。本当だよ。本当か。元を正すともうね、十何年前からなんだけど、ずっとまあまあなんですけどね。うまくなってるよ。え、はい、去年よりうまい。あ、ありがとうございます。プロっぽい人がそういうふうに言ってます。プロっぽい人ですよね。まあ、最初にメンバー紹介をね、しちゃいたいと思いますね。センターにいるのが石井ちゃんです。おかげで原宿でこれ買ってですね、なんかちょっとウィッシュっぽくなってるんですよね。30年ぶりに竹下通り行きました。私はね、同じこの海外この服買ったお店でね、十何着着たんだけど一つも入れなかった。全滅でしたね、残念。これがいいですね。これはバンマスの大ちゃんが選んでくれたやつ。大きな十字架よろしいな。で、ベースの西尾ちゃんです。そう、ラスタのちょっとね、こういう小物でね、あと、お尻にドクロのマークが見えないって言ったこれ。よく見るとドクロなんだそうです。はい、それから、もう一人のギターの、渡辺さんです。なべちゃんです。なべちゃん通販で買ったサロイシャツ。これもなんかちょっとお腹がギリギリ、なんか、ね、着てるうちにね上がってきちゃうもん。下からの圧力、下腹の圧力がこう正直でございます。そしてギターの長谷川さんです。久しぶりにかぶり物をしていただきましたね。これ実はね、高いんです。うん、お母さんが買ってくれたんだよね。結構前に。そう、ね、こういうのがいるだろう。はい、そしてベースじゃ、ドラムの石原さんでーす。イエーイ。石原さん、僕の T シャツに買われたんですよね。これ違う。あ、2回目。特徴は、その T シャツの特徴は光ってる。光ってる。よろしくお願いします。あ、じゃあ我らのバンドマスター、バンマス悪徳商社でしたっけ。近藤大輔さん、大ちゃんです。これだったら4回目。やはり同じです。同じ衣装屋さんで、その帽子とサングラスを購入されてましたね。いい話だもん。まあそういう話で、どんどんやっていきたいと思いますね。最初が、ウェアアメリカンバンドっていうですね、グランドファンク、レールロード。レールロード。前回もですね、バンド名忘れてましたね。紹介の時、曲紹介。全く同じことです。2年半前と40年もこの曲聴いてるのに未だに覚えてない。忘れちゃう。2曲目がハイウェイスターって、これはディープパープル曲ね。はい、行きましたが、次もドゥビーブラザーズで皆さんよくご存知のバンドの曲を2曲やりたいと思います。行きましょう。
now。次
なんだっけ、Can't Get Enough というね、私がちょっと無理な歌を歌いますんで、はい、明らかにちょっと無理のある歌なんですけど、やります。これいいギターですよ。去る方からいただいちゃったんですよ。その人ここに来てるかもしれない。今いいギターだなって言った人かもしれないな。いい音出してんだこれが。あげないよ。返さないよ。あ、そう、返さないよ。Baby, I want you. You give me some.
に良くなるんです。私もです。こんばんは。改めて今日はお忙しいところどうもありがとうございます。ありがとうございます。飛び石連休ですけれども、中には4連休にした方もいらっしゃると思いますが、今日も寒い中お越しいただきましてありがとうございます。今までつつがなく演奏が続いてきていると思いますが、ちょっと曲調を少し変えてまたレッドゼッペリンのですね名曲を。もうちょっとなんかロックなことだ。今日はありがとうや。MC 頼むよって言っといたのに、どうしてそういう風に途中でなんかちゃちゃ入れるのかな。先輩とはいえね、ちょっとねどうかなっていう思います。でですね、何を言うと思ったか忘れちゃいましたが、まあ選挙も終わりまして、まあ消費税も上がるのかなと。まあ、じゃあ次の曲いきましょう。まだちょっと機材の、準備が整ってないですね。はい、まあ、メンバーのですね西尾さんが、まあ、とかく現代病で心の病を持っている人がたくさんいると思いますが、そういう方々を特別にケアをする、ビジネスを西尾さんが始められましたので、ちょっとご紹介をしたいと思います。日本橋でメンタルヘルスクリニックをやることになりまして、その辺にチラシが置いてありますので、皆さんお帰りの施設お持ち帰りいただいて、何かご興味あればお電話をいただきたい。こんちゃんの友達って言ったらちょっと安くなると思います。素晴らしいクリニックです。ぜひ一度お立ち寄りください。ここにパンフレットあります。あ、すいません、小島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。小島さん、何からなりますか。昔の上司。Thank you.
Thank you.
昔小岩でバンドやってる時ね、音痴でマイクのスイッチオフにされてました。その仲間がそれにいますけど、ね、いただきました。そうそうそう、あのね、ご寸志をありがとうございました。いただいた方々にはあのどうもありがとうございました。たくさん召し上がってください。でもあのいただかなくてもいいんですよ。あの強制じゃないんでですね。今日はフリーですからね。はい、フリーなんだから。フリーです。入場料なしです。でもみんないただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。かなり強制力を働かせたという方の小島さんがね。大丈夫かな。
ちのバックバンドがまだいいですか。Would you learn my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong.And carry on. Cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand?
飲み物もね買わなくちゃいけなかったですからね。さすがに。また次回ね来てください。すいませんでした。あらまあ。でも本当ライブっていろんなことがあるよね。でまたエリック・クラプトンが続きますね。はい、エリック・クラプトンが続きます。次はサンシャイン・オブ・ヨーラブ。クリーム時代です。はい、そうです。クリームの時のクラプトンです。はい、来ます。来ますね。ありがとうございます。これが渋めのビューでございましたね。はい、さて
さん、ここでスペシャルゲストが、でも誰かな、どっちかなみたいな、どっち、この曲ではこの曲では先ほどいろいろとあの皆さんにですねお声掛けさせていただいてみました小島さんがですね、オンステージ、歌わせていただきますね、小島さんよろしくお願いします。ただみんなちょっとお疲れ様かと思うのと、あとね20本ぐらいありますんで、ちょっとトイレと飲み物、トイレ飲み物タイム、大丈夫みんな、全然大丈夫だね、続けちゃっていいですか、バリバリだぜ石井ちゃん、あの俺老眼なんでね遠いんだよ、ちょっと上げてみ、すいません、ご紹介に預かりました小島でございます、こんばんは。商社マン40年近くやって、その後あのその時にスリランカに駐在して、彼らとこのバンドをスタートしたということです。でほとんどこのスリランカ人の仲間です。で、その後どういうわけか、大学の今先生やってますということで、今日はちょっと意図的にロックンローラーじゃなくて先生っぽい感じで参りました。で次に歌わせていただく曲はもうこれバカの一つ覚えなんですけど、クリームのホワイトルーム、ちょっと出だしが難しくてですね、あとね、実は今日こんちゃんしょあの紹介してないんですけど、このメンバーにもう一人三輪さんっていらっしゃって、去年実は亡くなっちゃった。で三輪さんからですね、このホワイトルームよーくダメ出しいただきました。ゼムセルフ、ゼムセルフね、あのそういうのねかなりあのダメ出し食らいまして、あと初っ端がですね、インダホワイトルームっていうのが私の場合インダホワイトルームって演歌っぽくなっちゃうということで、かなりダメ出しをいただきました。皆さん、天国の皆さん、今日も私に対してダメ出しをよろしくお願いしますっていうのを言っちゃったけど、はい、はい、あのちなみにですね、こちらにあるこのギターね、これあの皆さんのギターなんですよ、うん、びっくりしたんだけど、全く同じなのこれね、うん、なんかちょっと変ですか、あのなんかこう感慨深いものがあります、本当に一緒になってた仲間なんでありがとうって感じです。さあ、じゃあ行きましょう、じゃあ行きましょうか、はい、はい、OK?Okay. じゃあいきます、クリームでホワイトルーム。
ーの小島さんでした。何を表していたのか、大学教授のなことは何と言うのか、なんか学術的な意味があったんだと思いますけど、よくわかりません。次はまたちょっとガラッと変わりましたね。漁師のようなね、兄弟船みたいな感じだったんだよ。やるなってやったっけ、やっぱりあれはやらないでって言ったんだよね。あんだけメールで確認したのに小島さん止まりませんね、やっぱりね。
せっかく遠い秀樹が出てるのに演奏するわけでもない、音楽家として全然扱ってくれなくて、なんかバラエティでそう、親子と息子とあの子育てのことに出てたり、あ、家事をよくある、よくやる旦那みたいな、そう、普通にやってんのにやりすぎとかってで、あとねカブトムシの糞食べちゃったり、うん、そう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 、よく見てるね、感心だね、あんだもん、ありがとう、ありがとうなんだっけ、そうそう、1月1日にしゃべくり7のあれの特番がなんか6時間ぐらいあるんだって、でそれの10分ぐらい、5分かな、10分ぐらいどこかで出るからあの下町を、東京の下町を紹介する、正月らしいところを紹介するっていうのと、あとね、1月の後半に NHK のグレーテルのかまどって知ってる、お菓子作りかなんかのあれで僕のお菓子を作って紹介するっていう、でもこれ本当は言っちゃいけなかったまだ情報解禁じゃなかったの、聞かなかったことにしておいてくれ、 あとね、あのいろいろ普通のあのアルバムも買ってくださいね、ギターじゃなくてロックじゃなくて、あ、でもギターたっぷり弾いているアルバムです、みんなのよく知っている曲を七力で、で伴奏が全部ピアノとかドラムとかベースとか自分で弾いて重ねて、頑張って作ったものが七力ロマンスっていうのがあるので、聴いてみてください、ではやるかあのね、ツイストが燃えるようになって面白いね、やりましょう、乗ってるかーい、最後だよ、あ、そうだ、こうやってこうやってやると立っていただいてもいいですよあの始まったらね、トーキングのここにあったらこう立っていただいたりとか、一応形式的にはもう最後ですからね、もうお別れになっちゃいますんで最後乗ってください、イエーイ、
ました。あの一応一匹引きますよ。一匹引きますからね。帰らないでね。スモークオンザボタって言った方、当たり。
Yes.
See you in Seoul? See you in New York? 今がアンコールだったのね。もうないんだよね。ないんですよ。はい。ありがとうございました。いやいやいや、なんか。